はい、ひろゆき Z です。今日は小倉駅ですけど、21時9分発の光594号新大阪駅重力量編成、またこれ乗って新大阪行きたいな。今のぞみに乗って帰ってきたんですけどね、光594号新大阪駅です。重力量編成、最速光ですね。山陽の最速光 X10 で来ました。多いな、これ多いぞ。次の停車駅は新山口なんですけど、これ超多いぞ。これ久しぶりじゃない、こんなに多いの。乗車率パンパンですね。さっき私が乗ったのぞみは何だったんだっていうぐらい乗車率がパンパンです。この光、まあレジャー帰りにこれ使うんでしょうね。今日なんか福岡でイベントかなんかあったんですかね。満席ですけどね、すごい。 X10 編成です。もうだいぶ汚れてるな。昔は光444号という車両だったんですけどね。はい、重力量編成の光号です。N700 初期型の X10 で運転してます。新幹線の座席が埋まってるのが久しぶり、こんなに。あ、グリーンも埋まってますね。もう新山口であんまり拾えないかもしれないよ。はい、以上ひろゆき Z でした。計13編成です。これもグリーンスカスカですね。10号車に至ってはあんまり乗ってないぞ。はい、JR 西の車です。のぞみ49号博多駅行きました。もう帰ろう。ちょっとこの後ね、上りホームは
新大阪行きの最終のみずほが来ますね。みずほ614号ですかね。その後はもう桜号とか広島止まりです。山陽新幹線としては言ったらこのレールスターですね。今こだまになってますけど、こだま861号21時19分発ですね。最終みずほは熊本止まりなんですね。ちょっと光594号を撮影してたんですけど、まあボーナストラックという形ですかね。E1、トップナンバーですね。はい、ひろゆき Z でした。ありがとうございました。
内号車付近ございます。どうぞご利用ください。